ちなみにチーズは、3日 ?2 日?なんかつけれるの増えてない。これなんだろうね、あと1個ね。オイルができる食べ物って。冬虫夏草。まあでも冬虫夏草がそんなレアな感じは今んとこないか。芋かぼちゃ取れません。一日中子供と一緒にいるのは疲れるだろ。ここが完成したら息抜きができるぜ。あ、トイレ。はい。トイレットペーパー釣れないんです。あ、違う、分かってる、ごめんね。レモンも揃った。 OK、 ナス。かぼちゃ植えてるっぽいな、なんか。あ、いや植えてないな。これブロッコリーだ。で、ここカリフラワーだ。でこっち白菜だから、やっぱかぼちゃ初めてだな。あれ？違う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 。ありがとう。あ、ミスった。今日はチーズ持ってきたよな。お金は1万ある。だから別に今日売らなくてもいいかなって感じはする。春雨、いさて誰か来てますか。あ、なんだ、アルバ下にいんの。あー、誰か来てるね。二人ほどいそうな感じはある。一旦街行くか。あ、リンゴ取ってないや。お。ジョンさん。あ、はい、聞いた。ん？あ、あの人か。アテリだっけ？なんだっけ？アテリだ。また会えて嬉しいわ。やあ、アテリ。うちのお店を取ってるの？これ、あなたのお店なの？意外ね。本は読む？弟は読むよ。僕はメモリユニットにデータをアップロードするだけ。
それは便利ね。実は私も読書が好きなの。ここに来る列車では農業用パイプラインの腐食防止とメンテナンスを読んでたわ。いや、役に立ちそうな本だね。あ、そういえばコンビニになってからウィリアムのお店の畑なくなっちゃったね。それがそうでもないのよ。うん、これダニエルとアテリの物語か。お店がなかったら僕たちどうしてただろう。一度も考えたことがないや。父さんのお店はきっとダニエルが継ぐと思うけど。そっか、そんなこと考えてんのか。商品の整理をするのはすごく楽しいんだ。なんか買う？あ、大きくなったらしい。あ、てか忘れてた。家畜の世話すんの。はあ。別に買うもんないか？ないか。お、あ、どうして確認しておかなかったんだ、ウキ。いつでもカメラを回せるっていうのにスターが見当たらないじゃないか。この間カッコつけて念押しもせずに帰っちゃったからじゃない？今度こそチョコバナナを食べてやる。食べれなかったんだ。チョコバナナ持ってない気がする。これはこれは我らがスターのジョンじゃないか。来てくれると思ってたよ。見つからないかと思ってヒヤヒヤしたぜ。今日は時間あるかな？もちろんあるよね。さあ始めよう。始めるって？ドキュメンタリーの撮影に決まってるじゃないか。適切な温度を知らせるのは長年の勘。どんな温度計も研ぎ澄まされたシェフの感覚にはかなわない。溶けたチョコレートがみずみずしいバナナを包む。おお、トッピングは何になるのか。スプリンクル、ナッツ、ドライフルーツ。大豆だと？これがマスターシェフの発想か。完成。ようやくだ。うまっ、うまっ。うん、これが大豆マジックか。待て、どうしたんですか監督。アップの尺が足りない。バナナは全部食っちまいましたよ。大丈夫、バナナならまだある。いや、お疲れさん。え、これで今日一日終わるとかないよね。さて、もう撤収しないと。時間があったらまた来てね。もっとチョコバナナ用意しとくから。この業界は忙しいんだよ。放送を楽しみにしてく、しててくれ。これでまた客が、お客さんがいっぱい来るかな。発車した。あ、時間はそんなに経ってないね。よし。あ？
マスターシェフジョンと可愛いサンちゃんへ。お会いしてから随分経ちますが元気にしていますか？ドキュメンタリー、おい、さっき（笑）さっき別れたばっかだよ。ドキュメンタリーの編集が終わりました。放送をお楽しみに。 PS 今もチョコバナナが夢に出てきます。 PPS カモメ町が好天に恵まれますように。 PPPS PPPPPS ささやかな感謝の印を同封しておきます。ファボロ監督より。さくらんぼを聞いた。さくらんぼ、じゃあここスイカ側は終わったら植えよう。なんだっけ、こっち行きたいんだよね。の前に家畜を世話しなきゃいけないんだよね。よし。あー、ごめんなさい、お腹空いてた。君たちは明日からか。いや、牛と豚で上下分けたいな。お、えのきだっけ？あれか。よいしょ。上に豚、下に牛を揃えたいなら、一旦全部売っ払わなきゃダメかもしんないな。カモメ、砂浜、海。終わった。よいしょ。さあ、チーズですよ。チュー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 。チーズを失った。おわー、可愛くないネズミだった。チュー。中に入るのはやめない、止めないけれど、この下にはこの世界のものではないものがある。忠告はしたからな。だって、またな。チュー、喋った。そんな危険な何かがあるの、ここに。また鉱山じゃん。あれ？ボンバーマイン？あれ？もう出てきた。あらららら。このボンバー、あ、ちょっと違うか？雰囲気が。あ、間違えた。そっか。今爆弾何個あんだ？99。なんか乾燥してるな。ミスった。フィーバーしてない、まだ。次でフィーバー、あ、違う違う違う、乾燥はしてない、減ってってる。100超えると表示されないんだ、数字が。あ、フィーバー来たね。じゃあもうバンバン行こう。どんどん下がっていくか。
新しい鉱石が手に入ったりするのかね。よいしょ。ここやばいな。15回。17。よいしょ。30回ぐらい行きたいね。爆弾こんだけあんだから。ここ怪しい。20回。よいしょ。危なっ。うん？あった。あ、届かん。OK。 30はいける。モニュメント的なものはないか。30回じゃないのか。それとももっと下行けばあるのかな。行けて40回だろうな、これ。ラッキー、ラッキーミスったけど結果オーライ。どこだ。38。よし。あ、危ない。これ、こういうパターンが一番危ない。やっぱり初手を置いた方がいいんだろうな。
意外とあるもんな、入り口付近。ほらあるのよ。45。いやー、50回いけるかな。ここにかける。ない。47。いや、ミスった。うわ、厳しいか。ミス多い。ここで時間切れか。48。終わりだ。49。まあ、48か。お金結構手に入ったね。何か新しい素材が手に入んのかな、これ。それとも、おお、カモメだらけ。ちょっと難易度高めの、難易度高いけど素材は最初の鉱山よりたくさん手に入るみたいなっていうだけなのか、定かではない。どうしよう、何釣ろう。なんかやることあったっけ。うん、微妙。なんかいるとしたらここな気はするよね。主的なものがいるとしたら。いないんだな。今後のことを考えると、もうちょっとカニを釣っときたいっていう思いはある。しかし釣れるのは濃い。エビ一頭だけでも、一頭だけでも行かせてください。ん？そっか、一日二回行けんのか。行こうと思えば。その鉱山2箇所行けるようになったと。
カニ。やった。行ってみるもんだ。チーズにしちゃおうか。時間かかるし作るの。えのき。えのきの肉巻き、うまいよね。渋いとこついてくるね、このゲーム、ほんと。出てくる料理。レンコンの、なんだ？ひき肉。ひき肉、レンコンでひき肉を挟んだやつとかさ。ししとうの肉詰め。チーズ1個余ってんだよな。どうしよっかな。あ、これこれこれ、ね、レンコンの挟み揚げか。ん？あ、ミルクが必要。ラビオリ作るか。で、これラビオリからまた派生しないのかな。料理から料理に派生することって今まで ない気がするけど、今後もないのかな。よし、これでも作れるものは、あ、これか、えのきの肉巻き。よし。あれ、今日って体力少ないんだっけ？まあ、一旦作るか。あ、なんか変なの選んだ今。さつまいも。あ、今日収穫したということは今日体力減ってるか。じゃあ火鍋食べよう。いただきます。うん、減ってた減ってた。かぼちゃを植えた。さつまいも。あー、新しい鉱石は見つかってないな。ジョンの秘密基地は明日完成します。おやすみなさーい。おはようございまーす。